さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣明日香です。今日はですね、もう年明け早々小倉優子さんのうちにお邪魔させていただいてます。めちゃくちゃ嬉しい。小倉優子です、よろしくお願いします。で今日はね、優子さんのチャンネルの方でも撮影させていただいて、はい、私のめちゃめちゃ簡単の激うまパスタを美味しかった、ご紹介させていただきました。本当に美味しかった。で今日はね、私が今ちょっとハマってることを、はい、ゆうこさんにお話ししたいなと思って、私ね、昨年の秋ぐらいから家計の見直しを始めたんですよ。なんか今までもずっと家計ちゃんと見てません、イメージ、うん、節約めっちゃ好きやしね、節約大好きしてる、まあ、常に万年節約なんですよ、うんうん、ちゃんとした毎月どれだけ入ってきて、何に使ってるっていう細かい家計簿ですよね、うんうん、つけてなかったんですよ。ゆうこさんちなみに家計簿つけてます？家計簿つけてないです。結構つけてない人多いですよね、うん、で今ってすっごい簡単に家計簿つけれるんですよ。今ほらいろんなところでお金が使えるじゃないですか、うんうんうん、そのペイペイとか、あ、なんていうの、クレジットとか、うん、現金だったりとか、それを把握するのって結構大変じゃないですか、うんうんうん、そうなんですけど、うん、それが私が今やってるのはもうアプリで簡単にできるんですね、うん、でアプリに、まあ、クレジットカードとか、まあ、そういう、まあ、電子マネーも紐付けるものとかがあって、もう全部アプリ上で集計してくれるんですよ。アプリがカード勝手に勝手にどのカードでも、そうなんで、クレジットカードで、銀行口座とか、あと証券口座とかも登録できるんですよ。すごい。そうだから毎日それを見ると自分の総資産が分かるんですよ。面白い。分かるんですよ、うんうん、そうそう、それで、まあ、私は全部紐付けて見直すと、はい、これがめちゃくちゃ無駄遣いが多いんですよね。あの飛鳥さんでも、そうなんですよ、固定費ってあるじゃないですか、うん、家代、うん、スマホ、はい、保険、あと光熱費、うん、ここをまあ、固定なんで決まってる額を減らせれると、まず大きく支出を抑えられるっていうので、そこをね、私はね、見直したんですよ。はい。で、優子さんの固定費がどうなのかなってちょっと気になって。すいません、そんな。固定費がいくらかって全然把握してないです。じゃあ、例えば大きく下げられるものとして、スマホ代。スマホ代も毎月ちゃんと見てないんですけど、うんうんうん、ね、今ネットに、うん。来ますよね。見てみましょう、いくらか、うんうん、私でも本当に把握してない、ちょっとまずいかもって思ってきた。え、あとは何ですか？ね、固定費で、あ、私がね、うん、参考にして勉強した本がこれなんですよ、うんうん、お金の大学っていう、別に宣伝でもなんでもないんですけど、でまずは、あ、保険の見直し、うんうん、押しました私。でなんかすごいちゃんとしてるから見直すことがないと思ってたけど、いやいやいや、そんな飛鳥さんでもあるんですね。私すごい心配性でめっちゃ保険入ってたんですよ、うん、へえ。そう、でも日本って国民皆保険ってみんなその国民健康保険か社会保険に入ってるじゃないですか、うんうんうん、だから大きな病気しても民間のものに入らなくても賄えるんですよね。でもそれ社会保険料払ってるじゃないですか、うんうん、だからその保険証があってそこで医療費とかも、うんうん、そしたら例えば私高額医療制度っていうのもあんま知らなくて、知ってます、うん、なんか一定の金額超えたらお金払ってくれる。例えば 病気になって手術します、うん、で300万かかります、うんうんうん、窓口で私たちが負担するのって収入がめちゃめちゃ多い人でも最大10万円なんですよ、1月。ああ、それは返ってくるっていうのは知ってます、うん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 、だからなんか民間の保険は本当に最低限でいいんやっていうことを今更ながら気づいて、だからその子供がほらうちはまだちっちゃいから、うんうん、私が死んじゃったらなんか多く降りるとかは必要かもだけど、病気に対する保険は本来はそんないらないんですね。そう、そんなに、そう、ある程度貯蓄があれば全然賄える。だから保険も日々進化してるじゃないですか、だからもう年一で見直した方がいいみたいなんです。続いてそこを削りました。であとはね、光熱費、電気、ガス、水道なんですけど、ね、電気消すってことですか、使ってない。なんかでも それはあんまりそんな大きな差じゃないみたいですよね。なんか私はつけたり消したりするんだったら、うんうんうん、余計電気がかかっちゃうから、うんうんうん、少しならつけっぱなしの方がいいっていうのも聞くじゃないですか、うん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 、そうですね。うちはなんか夏はエアコンはもうつけっぱなしですね、うん、
まあ、電気の会社って自分で自由に選べれて、うん、電気の会社って一つじゃないんですか？めっちゃあるんですよ。多分ね、聞いたこともない会社がいっぱいあって、東京電力さんだけじゃないの？わかりますよ。ちなみに私は今エネオス電気です。ゆうかさんちは東京電力？わかんない。多分英雄電気とかで英雄の特化したやつもあるし、それは聞いたことないかも。東京ガスと一緒かな。ガスもね、いろいろ、うん、いろいろありますね、うん、自分で選べる。そう、電気ガスを、比較サイトで比較したんですよ、うん、そしたら本当に聞いたことない会社がむっちゃ出てきて、いくら年間でいくら安くなりますっていうのが出てきます。電気代はそうですね、あの年間で見たことあります？何月が高いかとか。私は冬です。あ、ですよね、うん、私も、一番高いのが、まあ、1、2月、うん、なので、あの今年は厚着をして頑張ってます。暖房つけてないんですよね。そう、すごいすごいです。いや、でも全然大丈夫ですよ。なので、まあね、あんまり我慢しすぎるのはダメだと思うんですけど、うん、なんか着ればこんなに平気だったんやってことに気づきましたね。うん、去年ガンガンかけてたから一月電気代が2万2000円とかだったんですけど、うん、先月は7800円だったんで、安い、全然違う。そう、なのでね、家族にもね、すごい無理やり厚着させてます。ちょっと待って、私もう全然把握してない、なんかまずいと思ってきた。電気代とかね、引き落とされてるとあんま見ないですよね。こうグラフで見ると面白いですよ。うん、あの、もう月に食費っていくらって決めてます？私結構私と子供だけなのに食費かかってる方だと思います。素材を割といいもの買っちゃうね。そりゃそうですよね、それ買いたいですよね。割とかかってるなと思うんですけど、うんうん、どれくらいですか？いや、私もね、それはあんまりちゃんと把握してなくって、でも今私的に家族4人で7万円以内にしたいんです。外食も込みで。外食はちょっと入れてないです。食費って何をカットしたら抑えられるんですか？見切り商品を買うんですよ。見切り商品？はい、あの 20% オフ商品とかを、うん、まあそれは全然できます、うんうんうん、でもなんかやっぱちょこちょこスーパーに行っちゃうのがダメってよく言うじゃないですか。りゆうこさんもこの間 YouTube で一気に買い物するとかにしたじゃないですか、うんうん、私なんか買い物行くのやめたんですよ、うん、なんか月曜日にバーって買って、うんうん、でしたんですけど、した節約になったんで、うん、求め買い、はい、なんか全然スーパー代かかんないなみたいになったんですけど、うん、年末から私はタンパク質女になって、うん、それで朝からなんかあのタンパク質取るのにとかすると、夜だけなんかお肉お魚じゃなくて朝も買うようになったら足りなくなっちゃって、うんうん、だからスーパーも数は増えちゃいました、行く回数がね、うん、あとはなんかそのこれを作ろうと思って行くとやっぱり高くつく。まとめ買いだとこれしかないからこの中で作ろうと思うから余計なものは買わないっていうのはあったんですけど、でも今タンパク質いっぱい取るのにスーパーに行く回数増えたらやっぱりいろいろ買っちゃいますね、うん、ついで買いねしてしまいますよね、うん、だからお肉とか魚とかそういうのでね、私はまあその見切り品をうまく加工したりその日中に使うとかっていうことはしてますね。うーん、あとはゆうこさんその増やすっていうところが、私もなんか遅ればせながらニーサを始めたばっかりなんですけど、ゆうこさんはニーサをやってるんですか？私はニーサをやってないんです、うんうんうん、熱心ニーサになりましたけど、うんうんうん、だからこの間番組で勉強されたんですよね。ちょっとやってみようかなって思ったんですけど、うん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 、まだ始めてない、うん、本当に私もこの本を読んでまず家計を把握して、うんうんうん、そんな借金とかがあったらまず投資してる場合じゃないから、うんうんうん、でも意外と結構みんないろんなローンを持ってたりするじゃないですか、うん、家の住宅ローンって結構持ってる人多いし、うんうんうん、車のローンとかそういうの全部払ってから、まあ、投資するのが一番こう、うん、負担なくできるのかなって思って、うんうん、まあ、ニーサはやっぱ老後が心配で始めました、うんうん、そうなので私はもう本当月数万円を自分と主人とで積み立てでやってて、うん、けど、うん、その投資のお金って、うん、その自分の生活するお金じゃないから、うんうんうん、そこで、まあ、気にせず、うん、そうそうそう持っていけるものってことですもんね。そう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 、だから銀行で眠ってるお金があるんだったら、そこね、投資した方が、うんうんうん、銀行預けてても増えへんからっていう感じ、うんうんうん、やっぱり
ね、その人によってお金がいる時期って違うじゃないですか、うんうんうん、でうちは子供が中高生なんで、うん、これからが一番いるんですよね、うんうんうん、だから今はまあちょっと投資にも回すお金もまあ、できる範囲でやってて、今後また子供たちにお金がかからなくなったらその額を増やすとか、なるほど、うんうん、できるんです。そうそう、で額も全然だって100円からできるんですよ、兄さん。で18歳からできるので、うちはもう子供が18歳になったらすぐに兄さん始めさそうと思ってます。私もう47やからめっちゃ遅いなって自分で思うけど、老後って今結構長いじゃないですか。長いだって、で15年経ってもまだその先老後100歳まで生きたらもしもね、ねえ、うん、と思ったら結構まだまだお金いるから、うん、できれば増やして置いときたいですよね、うん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 、めちゃめちゃ収入が多くなくてもお金をこう老後のために貯蓄して増やしていくことでできるんやなっていう。収入に対する何割を貯蓄に回すのがベストって言われてるんですか？収入の8割でまず暮らすことがベストらしいです。でも税金とか引いた8割、あ、そうですね、そう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 、そうだから手取りか、手取りの8割で暮らすのが、だからでもそれで暮らせてない人が結構多いらしいんですよ。だからそういうのを固定費で減らすだけでもだいぶ変わるじゃないですか。さっきゆうこさんもスマホ代も1万円月かかってるのが、例えばね、2000円とかにしたら8000円毎月浮くじゃないですか。年間にしたらね、10万円ぐらい浮くじゃないですか。私もあとはちょっと食費見直してみます。はい、ね、でもなんか外食とかどう、うん、減らすってことですか？あの、私はなんか友達と行くランチは気にしてないんですよ、うんうん、情報収集とかと思ってるんで、うん、でも家族で行くのやっぱ4人で行くと結構長くなるから、うんうん、大人2人だし高校生だし、いやもうね大人4人みたいな感じです、うんうん、だからもう旅行とかにしても全部大人料金なので、うん、ただやっぱりもう月にもう何回ってもう決めた方がいいと思って、うん、何円じゃなくて何回、あ、そうですね、あんまり額は決めてなくって、そうそうっていうところは決めていかないと、なんかこうもういっかっていう気持ちが結構、うん、今日はいっかってすぐなっちゃいます。ゆうこさんはいいんじゃないですか、今日はいっか今日はいっかってすぐ楽しようとするから、うんうん、でもその積み重ねがきっとすごいね、ちりもつもめれば、うん、でもゆうこさんはめっちゃ一生懸命お仕事されてるからいいと思います。でもちょっとあの楽しそう、楽しいですよ、あの、うんうん、数字化されると確かにめっちゃ楽しいです、うん、あのもう資産を見てにんやりみたいな、うんうんうん、数字好きなんです、私も。本当ですか、うん、だから全然いろんなことを把握してなかったことにびっくりしました。でしょ、私も本当そうなんですよ、まだまだ把握できてないことがあると思うんですけど、私もこの本買ってみよう、買ってくださいリベダイって言うんですよ、あの YouTube 見てください、YouTube で載ってる同じ、そう、あの、ま、本に全部まとまってるんですけど、その YouTube でいろんなチャンネルいろんな投稿してくださってて、私はそこで全部勉強しました。とにかく見直してみます。アスカさんにチェックしてもらいたい、うちの家庭簿、うん、じゃあもう厚着させますよ。そうか、確かにそこまでチェックされます。そうだ、でもゆうこさんのこれいいですよね、うん、これそう、ルームブーツ、そう、だからその足で、これ楽天なんですよね、楽天ね、安かったですよね、はい、そう、だからもう上も同じ感じで来て回路を貼って、うん、そしたら多分電気代がだいぶ安くなりますよ。じゃあもうこれからうちに来ても皆さん厚着で安香さんに会うとまた私もなんかいろいろ学べて、本当ですか、嬉しい、本当ですか、うん、じゃあ私はね、あの今度なんかタンパク質の最強レシピを考えてきますね。ね、なんか本当ずっとということで、あの今日はいいんですか、次回タンパク質、うんうん、タンパク質女に、うん、いい、あの考えます、すぐに、はい、はい、というわけで今日はゆうこさんと一緒に、ね、家計の見直しということで、ちょっと私が最近ちょっとここを最近やってるお金の、ね、節約方法を伝授してみたら、ゆうこさんがちょっと喜んでくれて嬉しかったです。そう、あのね、これ本当別に案件でも何でもなくて、この本すっごくいいんで、ゆうこさんも私もおすすめなんで、これもネットで買うと楽天ポイントつくんでね、はい、ぜひぜひ買ってみてください。
ください。はい、今日の動画が良かったよって方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。YouTube 以外にブログやインスタグラムもやってるのでそちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。